ドレスでできた、腕と、胸の位置関係が変わらずにですね、同調しながら、フィニッシュまで。皆様こんにちは、ワールドワイドゴルフプロコーチの原陳でございます。今回スイング解説いたしますのはですね、ホワイトタイガーことゴルフ界ナンバーワンイケメンのアダム・スコット選手ですね。はい、アダム選手よりもですねイケメンゴルファーがいたらぜひ教えてくださいということで、アダム選手はですねオーストラリア出身で、1980年生まれ、身長は183センチ、体重が、81kg と、はい、ユニクロと、ウェア契約していて、日本人ファンも多い選手ですね。まずは通してですね、スイングを、見てみましょう。流れるようなリズムでですね、体の回転と、クラブが、一緒に動いているような、本当にもう絵になるような、華麗なスイングの持ち主です。はい、それではですね、早速、スローモーションにて、特徴のあるところを、ピックアップしまして、皆様の、スイングの肥やしになるように解説していきます。アドレスを見ていきますとですね、非常に上半身がリラックスしていて、両肩がですねこのように、撫で肩になっているのがわかります。アドレスするときはですね、ほとんどの肩が、飛ばそうと、力んでしまって、ここがもう怒り型になってしまってですね、捻転が不十分になりますので、アドレスするときは、コツはですね、肩甲骨を内側に引き寄せていただいて、肩をもうストンと落とした構えができると、アダム選手のようなですね、この力みのない、ナチュラルな構え方となりますので、真似してみてください。もう一つ、足の向きを、見ていただきますと、このように足がですね8の字に開いていることがわかると思います。アダム選手はですね、体の回転で打っていくタイプなので、8の字に足を開くことでですね、かかとに重心が行きやすくなりまして、体を開きやすい構えをですね、こうやって事前に作っているんですね。体の回転で球を捉えたい人は、8の字に足を開きましょう。テイクバック指導時はですね、左腕に着目してみますと、ここですね、着目してみますと、左腕を伸ばしてですね、このような形でくるっと伸ばして、これで、左脇を締めてですね、そして、左腕をですね内旋さして、こっちに内旋さして、ロックするような、仕草が見受けられると思います。はい、脇を締めることでですね、体の回転と、腕が、同調しやすくなります。はい、そしてサマーを初めからですね内旋してロックすることで、クラブのですねフェース面が開いたり閉じたりしなくなりますので、クラブフェースがですねスイング中ずっとボールを向いているような状態となります。スイングを始める前にですねインパクトのイメージを植え付けるようなですねルーティーンのような動作ですね。はい、テイクバックはですね今解説したようなイメージで、胸と腕クラブがこう同調しながら、リズミカルに、スタートしまして、フェース面がですね、ボールを見ながら、テイクバックしていることがわかると思います。このような形で、はい、そして、バックスイングではですねしっかりと、右足の土踏まずに重心を踏み、このようにですね、体軸の移動によって、上半身を捻転していきます。体軸はこの第五胸椎、スターナムと呼ばれるところを、左足、右足の土踏まずの線上までここまで、軸移動することで上半身をこのように、ねじっていきますと。はい、そして、バックスイングのですねフェースの向きを見ていただきたいんですけれども、このように真上を向いていることと思います。ということはですね、シャットフェースで、テイクバック時からですね、ボールを見続けているということになります。そしてここからダウンスイングではですね、左足の土踏まずを踏むような形で、グッと踏むような形でですね、腰をですね、バンプと呼ばれる動きで
この緑の壁をこうやって壊していきますと、はい、腰のこのスライド動作ですね、目標庫に向かって腰がスライドする動作、はい、そして、これで、このさっき、右足の土踏まずに行った体軸を、センターに戻してきますと、ここですね、センターに戻してきます、はい、そこから、体の回転によって、腕とクラブが、同調しながら降りてきますと、はい、このような形で、はい、ものすごく綺麗ですね。そして、このようにインパクトではですね、インパクト見ていただきますと、左の手袋の、ロゴマークですね、ロゴマークが、ボールをこのように向くような形でですね、少しこの左手の、手首の小屈をさせるような形でボールにヒットしていることがわかると思います。はい、小屈してですね、ボールに当たることで、力の逃げないインパクトができるようになりますので、ぜひこの、インパクト、真似してみてください。そして、インパクトから、フォローにかけてもですね、アドレスでできた、腕と、胸の位置関係が変わらずにですね、同調しながら、フィニッシュまで、一気に振り切っていきます。はい、非常に芸術的でですね、美しいスイングだと思います。私自身ですね、実際にアダム選手に1ラウンドついて観戦したことがあるんですけれども、打っていたボールのほとんどがですね、高いストレートボールで、あえて曲げるようなショットは打っていませんでした。プロでもですね、ストレートボールを打つのは難しくてですね、自分なりのその持ち球で勝負していくんですけれども、はい、ストレートボールでですね、攻めるアダム選手はですね、ツアープロの中でも唯一無二の存在なのかもしれません。アダム選手のですね、スイングを真似したい、取り入れたい方はですね、二の腕にボールを挟んで打つ練習器具がありますので、胸と腕、クラブを同調させながら上げる練習をですね、ハーフスイングから作っていきましょう。今回の動画がですね、参考になったなと思われる方は、グッド評価とチャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。以上、ワールドワイドゴルフプロコーチの原陳でした。最後までご視聴ありがとうございます。失礼いたします。